走り出せ飛び上がれ特捜合体ジョブレイバージョブジョブジョブレイバー働く車出動だジョブジョブジョブレイバー街を守るヒーローさ特捜合体ジョブレイバートミカヒーロー2ジョブレイバー最近ジョブロイドの暴走事件が多すぎる一体どうしてなんだろう僕思うんだけどマット君エイド君トミカタウン沿岸でコンテナ船の火災事故発生川崎重工 BK117D3 消防ヘリドクターヘリで現場に向かってくれ了解出動しますコンテナ船発見すごい煙だ出荷予定のジョブロイドが突然暴走火災が発生しているマット君燃料に引火する前に消火してくれ了解乗務員には救出に向かうのでコンテナに入るよう指示したエイド君はそのコンテナを見つけ出し陸上へ搬送ランデブーポイントで救急車に引き渡してくれ了解よし予定通りコンプリートディスタンス確保のためここからスカイダイビングして合体するんだ高度 200m 結構高いよ本当に大丈夫かなほら早く飛ぶんだうわブレイバーシステム起動ジョブロイドマットジョブロイドエイド川崎重工 BK117D3 消防ヘリドクターヘリジップメタル解凍を許可するワンタイムパス発行ジップメタル解凍特装合体BK117D3 消防ヘリメリーブレイバー川崎重工 BK117D3 ドクターヘリ合体完了火災箇所が点在しているなこのままじゃいつ燃料に燃え移ってもおかしくないこうなったら一気に消してやるここは俺が引き受けた急いで消火に当たってくれなかなかやるなファイアブレイバーが海水を霧状にして消火してるのか順調のようだこっちは視界確保だそんなところにメディブレイバー大丈夫か余裕だったぜここは任せろ消火完了だ乗組員たちを安全なところに分かった乗組員はコンテナの中に隠れてるって言ってたなと言ってもたくさんあるぞよし、サーモスキャンあそこだご安心ください今から安全な場所に運びます現在、乗組員をランデブーポイントへ搬送中了解ポイントにはすでに港近くの病院から救急車およびドクターが到着している了解よし、これで決めるぜフィニングキック決まったぜ大変だコンテナ船が港に向かって全速力で進んでいるこのままでは激突してしまう何ならば力ずくで止めるしかないコンテナ船のパワーが大きすぎる大丈夫俺がついてるぜメディブレイバー行くぜオーバーワールドよし止まったぞどうなることかと思ったぜコンテナ船の持ち主、グレープインクだそうだよグレープインク、最近おかしいぞ一体どうして、なんで、怖いやばいよ、怖いよ、恐ろしいよでも一件落着新登場 JB04 ジョブレイバーファイアブレイバー川崎重工 BK117T3 消防ヘリ JB05ジョブレイバー、メディブレイバー、
川崎重工 BK117D3 ドクターヘリ。お疲れ様っと。初対面の相手とうまく話せない人見知りチョブロイド見知りのマットです。今回紹介するのはファイアブレイバー川崎重工 BK117D3 消防ヘリとメディブレイバー川崎重工 BK117D3 ドクターヘリ。モデルとなった川崎重工 BK117D3 ヘリコプターは5枚ブレードの新型メインローターシステムとハイパワーエンジンを搭載。抜群のホバリング性能と安全性を誇るんだ。うひゃー、すごいパワーだ。そんな川崎重工 BK117D3 消防ヘリと消防ジョブロイドの僕マットが特装合体、ファイアブレイバー消防ヘリが完成。急行困難な地形にいち早く到着し、高機能ホバリング性能を生かして現場の情報収集および消火活動に当たる。そして川崎重工 BK117D3 ドクターヘリと救急隊ジョブロイドのエイド君が特装合体、メディブレイバードクターヘリが完成。優れた機動力を生かし山岳地帯や林野など救急車が到着できない現場に急行、要救護者を救急車との合流地点や病院まで搬送するぞ。そんなファイアブレイバー消防ヘリとメディブレイバードクターヘリがおもちゃとして登場。川崎重工 BK117D3 消防ヘリがアニメそのままに変形。僕マットが合体してファイアブレイバー消防ヘリが完成。背中のプロペラは飛行はもちろん霧や煙を吹き飛ばすことも可能。腕に装着すれば強力な武器に。そして川崎重工 BK117D3 ドクターヘリが変形。エイド君と合体してメディブレイバードクターヘリが完成。大空をイメージさせる白とスカイブルーのボディ、背中のプロペラで空を舞い要救護者を安全に搬送するぞ。トミカヒーローズジョブレイバー JB04 ジョブレイバーファイアブレイバー川崎重工 BK117D3 消防ヘリ、 JB05 ジョブレイバーメディブレイバー川崎重工 BK117D3 ドクターヘリ。さあ、君のいる場所へ直行だ。